を食らっていたらえらいことになるぞ。そんなことは分かっております。戦の経験のない者はこれだから困る。じじい、うるせえんだよ。誰が言った？無理に川を渡ろうとした者が次々と溺れております。そんな時はな、流されることを見越してうんと川上から渡ればよいのだ。わけわかんねえんだよ、じじい。誰が言った！やはり